安全第一で、デジューも最強なパワーでテイクオーバーワールドしましょう。Yeah. 4年ぶりのボアチ。はい。そうです。They've been waiting for you. Really? Yeah. It's been 4.5 years, so we're gonna have so much fun tonight. Yeah. 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 今日は、私が Who's back? って言ったら、みんなでボアって上に入って。Yeah. Okay. Okay. Okay, everybody, here we go! Who's back? Boy! ということで、お待たせいたしました、なんか NHK ホール自体もすごく久しぶりなんですけど、すごく距離が近いですね。なんか皆さんの顔がよく見えて嬉しいです。やっぱり4年半ぶりのツアーなので、すごく皆さんが喜ぶようなそういった楽しいライブにしたかったし、以前まではやっぱりアルバムがあってのライブが多かったので、そのアルバムを引っ提げた新曲とかを披露したことが多かったんですけど、今回はやっぱり4年半ぶりということで、今までの自分の歌手の活動をこう皆さんに2時間たっぷり楽しめるようなライブにしたかったです。今回のツアーではすごく久しぶりにあのスタッフが結構変わりまして、演出家とかあとダンサーさんたちも、前は結構男性の方が多かったんですけど、今回は全員女性で、すごくあの女性らしいところもあれば、逆にガールズパワーとかそういった女性が出すすごくパワフルなステージもありつつ、結構あのまあ、いわゆる昔の私のステージっぽいんですけど、もうちょっと大人になったそういったステージになって、そういったところが以前のツアーと結構変わったところだと思いますし、あとサーカスとかそういうマジック的な演出もありまして、あ
まあ、自分も結構その箱から出てくる演出がすごく面白かったんですけど、結構前で見てる方はどういった気持ちなのかすごく好奇心も浮かんで、まあ、皆さんが結構喜んでいただいたので、そういったところがやっぱり楽しみどころだったと思うし、また前のライブとの違いだと思います。全然大丈夫です。いや、本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、伊野さん、お疲れ様でした。いや、もう本当に2日間いろいろあったと思うんですが、皆さんのおかげで最高な時間を過ごせたと思います。心から本当に感謝します。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、あと演出でちょっと最初からいろいろあったりして、結構一番誰よりも苦労した方だと思います。リノさんの、素晴らしい演出にもう一度感謝します。ありがとうございます。ゴンペライブは、なんていうの、リアリティがありますね。なんかやっぱりうちらはテレビとか出てる時は皆さんに目の前で会えることがないじゃないですか。だから曲がすごく反応が良かったとか、そういう時もなんか本当かなっていう疑問はある時もあるんですけど、ライブはやっぱりそういったところをもう本当に目の前で実感できるので、すごくこんだけいろんなファンの皆さんが自分の歌を聴いてくれたんだっていう実感もありますし、あと皆さんと同じ空間で2時間たっぷり過ごせるっていうのもやっぱりライブでしかできないことだと思いますので、だからライブは本当に自分にとっても、まあ、大変なんですけど、その分意味のある価値のあることだと思います。今日は3公演目です。結構1週間いたんだ、私もちょこちょこ忘れてよろしくお願いします。ライブしましょうね。はーい、はーい、みんなで怪我のないライブでめっちゃ楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ウスペイグボーイ。私的にはまあ、新しい振り付けももちろんありましたけど、新しいダンサーさんが結構前の振りを覚えるのが逆に大変だったんじゃないかなと思うんですね。
まあ、あのいつも通りダンスリハーサルはあのうちらが満足するまで練習をしてきたんですけど、逆にサーカスのところが意外と時間がかかりまして、で、まあ、私も後ろで皆さんがやってるのを見てて普通の観客として普通に楽しめたと思うんですけど、やっぱりやってらっしゃる方たちはすごく緊張したんじゃないかなと思いますね。やっぱりそのオープニング映像はデビュー当時から現在までの自分のヒストリーを見せているそういう映像で、最後扉を開けていくんですけど、あの自分にとってその扉ということは、あの以前のそういうヒストリーがあっての現在のボアが扉を開けてあのステージに上がった瞬間からは、やっぱりこれからの未来のボアをあのここに来てくださった皆さんと一緒に作っていくような、すごい上手、かっこいい、小さいおじさん、それ撮った方がいい、大丈夫、入れましょうよ、大ちゃんすごい、そう、このままでこっちでいいんかい、このままもう2個ぐらい、わしも座るでいい、はい、おっさん、はい、いい写真撮りました、ありがとうございます、目つけてない、大丈夫ですか、もうバッチリいきます、大丈夫でした、ほんまか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 、めっちゃほんまか、はい、カラオケ近づいてきた、入りました、はい、カット、はい、お店から衣装が変わってるみたいな感じで、急に、でもでもちょっと風当てます、はい、よろしくお願いします、お店開けます、よーい、スタート。太陽 falling through 木々の隙間から、はい、カット、I am so sorry、 こんなにも溢れてる
こ焼きとかいろいろあるじゃないですか。食べに行きたいなっていっぱい食べて思います。なんでみんなこんなに静かなの？なんか私たこ焼きって大阪の名物じゃないのかなと思ったぐらいのびっくりした今。はい、大阪こんなに静かでしたっけ？もうちょっとなんかワイワイ的な感じでしたよね。ねえ、あれさっき私が名古屋って言って怒っちゃった？ごめんなさい。それではじっくり聞いてください。自分も DVD に完成してからいつも自分のステージを改めて正面から見れることができるんですけど、今回は特にいろんなこうマジックとかその女性との掛け合いとか女性ダンサーさんとのステージングとか、すごく今までの演出とはまた違うフェミニンなところもあれば、カラオケシーンとかはお客さんをカメラで映したりしたんじゃないですか。そういったところがどういうふうに前から見えるのかとか、あとは Call My Name っていう曲は本当に鏡でこう演出をしてるんですけど、うちらも前でどういうふうに見えてるのかわからないままやってるんですけど、そういったところもちょっとカメラを通してどういう風に映されたのかなっていうところもちょっと見たいし、まあ私が思ってるこの気持ちをきっと見てくれる皆さんも思ってくれると思うので、思いっきり楽しんでいただけたらなと思います。やっぱり4年半っていう期間は本当に短い時間ではないと思うんですよ。のにもかかわらずすごく待ちに待ったライブのようにすごく温かく迎えていただいたので、本当にそういう皆さんを見てすごく感動したし、ありがたい気持ちを持ちましたし、なので自分も逆にパワーをいただいてすごく素敵なステージを終えたと思うんですね。
まあ、いろいろやってきましたからね何があるんだ、何があるかな。もう本当にこれからは今まで自分がやってきたことのレベルアップになるんじゃないですかね。まあ、音楽に対しても、曲作りとか、まあ、女優の仕事もそうなんですけど、始めるのは誰でも始めると思うんですけど、続けるのはやっぱり本当に頑張ってる人にしかできないことだと思うので、それを続けて、しかもすごくレベルアップできる、そういった芸能人になりたいです